アンドレア・ラドゥカンは、ルーマニア、ブルラド出身の女子体操選手。4歳から体操競技を始め、1995年頃から、ジュニアの国際大会に出場し2002年に19歳で引退した。引退時、身長 152cm、42kg。得意種目は床、平均台だが、跳馬と段違い平行棒も卒なくこなす、万能型でもあった。 だが16歳の時に出場した2000年、シドニーオリンピックで、ルーマニア女子として、ナディア・コマネジ以来、二人目となる、個人総合での優勝を勝ち取る者の,のドーピング検査で、禁止薬物、塩酸プソイド・エフェドリンの陽性反応が出たため、資格を剥奪された。金メダルには同じくルーマニアのシモナー・アマナールが、クリアがった。ラドカンはこの金メダル剥奪事件と、端正な容姿から、 悲劇のヒロインとして、コルブトやコマネッチに並ぶ人気を得た。参加選手にメールを送ることができる IBM ファンメールシステムで、シドニーオリンピック期間中のファンメール受信数で第5位となる。同僚にはピーマンと呼ばれており、チームのムードメーカーであった。アマナールの引退後、自身が引退するまで、ルーマニアナショナルチームのキャプテンを務め、現在は母国。 ルーマニアの首都ブカレストに在住している。テレビやラジオに活躍の場を知し、司会者、スポーツ解説者、スポーツキャスター、ラジオパーソナリティ、タレント、モデルをこなすほか、旅行代理店のイベントプロモーターなどの仕事をしている。家族は父、母、弟。来日は98年、0年、1年の中日カップと3年3月21日放送の TBS テレビ。 サスケ出演の4回である。本来は左利きだが、ペンは右手で使うらしい。体操競技以外のスポーツでは、フィギュアスケートとアーティスティックスイミングを好んで、鑑賞する。検査で、プソイドエフェドリンの陽性反応が出たものの、ラグカンが故意にドーピングを行っていた可能性はない。プソイドエフェドリンには覚醒作用があり、興奮剤、覚醒剤の原料として使用されるため、 IOC の禁止薬物に指定されている。パワー系競技やチーム競技の繊維向上の目的での使用前例は、あるが、カフェイン同様、手の震えなどの原因となるため、数ミル単位で技の精度を競い合う、女子体操競技で使用されることはない。現に体操選手が使用するメリットがないため、フィグの禁止薬物リストには記載されていない。 また内服用鼻詰まり薬として広く用いられてきた医薬品でもあり、日本で売られている市販の風邪薬の約7割にもその成分は含まれている。ラドゥカンは競技当日に熱があったため、ルーマニアチーム態度の医師より処方された風邪薬を服用していた。この薬にプソイドエフェドリンが含まれていたことは確認されており、明らかに医師の不注意の被害者であるというのが、 IOC の結論でもある。ラドゥカンは、同オリンピックで跳馬で、銀、団体総合で金も獲得しており、これらの競技でのドーピング検査が陰性であったことも、ドーピング疑惑を否定するものであった。しかし、IOC としても、このような前例を認めるわけにいかず、アンチドーピングへの強固な姿勢を示すための、いわば、見せしめとして、金メダルを剥奪した。この決定に抗議した、 ルーマニアチームはメダリストによるエキシビションへの参加をボイコットした。IOC の公式記録では金メダル剥奪扱いだが、ルーマニア政府はラドカンの功績を称え、金メダル獲得時に支払われる報奨金3万ドルを与えている。また金メダルはルーマニア帰国後に繰り上げ金になったチームメイトのアマナールからラドカンに返還されており、現在はラドカンの手元にある。 ちなみに陽性反応が出たのは、個人総合競技後の検査ではなく、3日後に行われた種目別調和の競技後の検査である。代謝期間などを考慮して、個人総合のメダルのみが、剥奪対象となった。チームメイト数名も、同じ薬を服用したと証言しているが、彼らのドーピング検査は陰性であった。 当時ラドゥカンが身長1 4 8トル、3 7ラムと非常に小柄だったため一般人よりも薬物代謝が遅れたことも陽性反応が出る一因になった。ラドゥカンは2004年に朝日新聞のインタビューに答えこの事件がトラウマとなり薬が飲めなくなったと語っている。ラドゥカンは 現在も正式な金メダリストとしての資格を取り戻すための活動を続けている。2007年2月には YouTube にファンに向けての感謝のコメントを母国語のルーマニア語と流暢な英語で公開した。ありがとうございます。